大府市民体育館は愛知県大府市にある総合体育館で市政15周年を記念して建設された。また横根町にあることから横根体育館とも呼ばれる。ここでは隣接する横根グラウンドについても記述する。大府市の市政15周年を記念して建設された総合体育館で横根グラウンドが隣接する。各種室内競技の練習や 大会の会場として使用されるが、とりわけ、大府市が力を入れる、バドミントン競技の会場として使用されることが多く、1994年に開催された我が社地国体では、バドミントン競技の会場として使用されたほか、1996年には、全国中学校バドミントン大会、2010年9月には、大府市制40周年記念として全日本。 ジュニアバドミントン選手権大会が開催された。この他バドミントン、日本リーグの試合も開催される。また、毎年10月下旬の土日には、大府市産業文化祭りの会場となる。2018年8月24日、大府市でケーブルテレビ事業を行うチタメディアスネットワークが、ネーミングライツパートナーとして命名権を取得し、 2018年10月1日から2028年9月30日の10年間、愛称がメディアス体育館をオブとなる。他、横根グラウンドは、オーフ市民体育館に隣接する市営のグラウンド。面積は15,602平方メートルで、野球一面、ソフトボール二面、サッカー一面、その他球技などにも使用できる。また、オーフ市民体育館とともに、 大府市産業文化祭りの会場に使用されるほか、大府市の新火再避難広場にも指定されている。ありがとうございます。